日本人、ねえー、世界の有久消化率、世界最低と。まあ、もちろん、有久という概念がない国もあるんでね、えー、まあ、最低、本当に最低かどうかは分かんないですけど、まあ、ただ、まあ、先進国中で最低であることは、まあ、ほぼ間違いないだろうと。でそれとね、有久取得に罪悪感を感じる人の割合が日本が、ね、突出して高い。韓国と日本が突出して高いと。ね、えー、まあ、面白い現象ですよね。 でまあ、こんな中にオーストラリア出てきませんけどね。オーストラリアも消化して当たり前なんで、あの統計すら取ってないでしょうね。あるいは統計っていうのがね、あんまり進んでないのかもしれません。しかも、日本人、ね、有給中でも休暇中でも一日中仕事のメールを見てしまうとね。ね日本とシンガポール、すごいですね。まあ、インド、インド見るのかって感じですけど、まあ、えー、日本は5人に1人は仕事中でも見てしまうと。 オーストラリアも例によって出てこないですけど、まあ、勤務中でもね、えー、連絡のメールすら見ないやつが大部分なんで、えー、オーストラリアとそうです、ね、アメリカについてはね、えー、メール見ろよってぐらい見ないやつが多いんで、まあ、休暇中に見るわけがないですよね。まあ、有給でも、まあ、日本人は働いてると。まあ、そんなことなんでね、働けど働けど、我が暮らし楽にならず、じっと手を見るじゃないですけどね。 まあ全く攻撃の恩恵を感じてない人がほとんどだと思います。で、実は日本は貧困国なんじゃないかと。ね、え日本は豊かなんじゃない GDP, ?GDP ね、中国に抜かれたけどまだ世界3位だしとかいう感じの方が多いんですけど、まあ、ただね、えー、去年からアメリカやら中国やらあちこち、ね、アジア、アジア、ヨーロッパ、いろいろ回って思ったんですけど、 はじめはね、えー、仕入れ場所を探してね、えー、世界中どこにいても仕入れをしようというようなね、えー、意気込みで世界を待ったんですけど、まあ、逆に日本ほど仕入れがしやすくて安い国はないんでね、わざわざ海外行って高いものを え、苦労して仕入れることのはアホなんじゃなかろうかということでね、仕入れという目的はもうほぼ世界を回ってて見失ってます。見失ってるっていうかね、日本で仕入れするのがどう考えたって世界中で一番いいんで、他で仕入れをする意味があるのかなというような感じですね。まあ、もっとい,い、日本人ね、所得層で一番多いのが200万以下と。あれ、平均所得って500万弱じゃなかったっけなって感じなんですけど、え、ー あれ平均所得ってね、えー、一部大手の大企業とか公務員が押し上げてるんでね、じゃあ、滅、え、多、ー、に入れないようなね、一部上場の、えー、人気が殺到するような企業と公務員を抜いて、それ以外のよくありがちな、えー、会社とかバイトとか派遣のね、えー、所得を考えたら、まあ、相当低いと思いますね。でそこから高い、ねえー、社会保険料が引かれると。考えると、いや、 もしかしたらね、国民性と相まって、日本の都心部に住むってことは、果てしなく過酷な生活を強いられるんじゃないのかなというような気がします。ね。しろ、年収200万以下の人が一番多いと。家賃10万払ったらね、年間に120万ですから、えー、年間120万手取りないですよね。年収200万の以下って、人で以かって。まあ、なると、えー、風呂がついた普通の、 アパーートやらワンロームには住めないと、ね、この苦労は何だったんだって感じですよね。でまあ国内のそのね絶対的な所得も200万円かですし、えー、世界一コスパの良い外食費用とこれね日本人ってなんかね不思議なことにね日本は物価が高いと海外は安い。 ねまあ、ヨーロッパとアメリカは高いかもしれないけどアジアは安いとかっていう先入観を持ってる人多いんですけど、まあ、はっきり言って日本と同じレベルの食事をしたら日本が一番安いですね、えー、もちろん現地の、ね、屋台とか安い、ねえー、ところで食べれば安く上がりますけど例えばバンコクね、えー、先週までバンコクにいたんで、えー、先週までじゃないか、えー、3週間前までバンコクにいて先週までプーケットにいて、まあ、何しろね、えー、先週まで タイにいたんですけどタイって言うと、ね、なんか勝手に安いってイメージありますけど、今やタイの物価は、ねえー、外食なんかに限って言えば日本より高いです。ね、これバンコクで、ね、とんかつ食べて、まあ、なかなか美味しい感じのとんかつで、ねえー、美味しかったんですけど、でもこれ2200円ですね、ビールととんかつ定食で。おそらくこのビールととんかつ定食で2200円って、えー、日本より多分若干高いと思います。 でランチタイムだったら確実に日本より高いですよね。まあ、ランチタイムからビール飲むやつがいるのかって感じですけど、まあ、私は飲んでましたけどね。まあ、ともとい,いまあ、ランチって日本だと1000円で食べられるというのがね、えー、割と、えー、まあ、お約束ですけど、バンコクで1000円でランチ食べらんないですね。あの、屋台みたいなところとか、現地の人、現地のあんまりお金がある、ない人が行くようなところなら1000円で移りきますけど、 現地のね、えー、普通に、まあ、でかそうな企業に勤めてる人とか、まあ、ちょっと景気の良さそうな人は、まずそんなとこで食べないんで、まあ、大体ランチ2000円というのがね、バンコクの相場です。コーヒー、ね、これ見えますかね、130バーツって書いたんですけど、まあ、大体450円ぐらいですね。バンコクコーヒー450円って日本より高いじゃんって、声が聞こえてきそうですけどで、日本より高いのが当たり前なんですね。日本ははっきり言って安いです。 えーね、サービス残業とかね、有給消化しないとか、そんなのあんまり先進国だと日本以外ありえないんで、そういう人件費やらなんやらが乗っかると、日本と同じ金額で、えー、サービスや物を提供できる国は先進国にはないというのがね実情です。まあ、ちなみにバンコクのダイソー、すんごい雛揃えいが貧弱ですけど、200円です、ね。物価安いと。 日本は老人だらけの国になる。まあ、もうすでにほぼなってますけど、ねえー、なんか年取ってね、まあ、長生きするんじゃなかったと、ね。私の高校生時代の頃、高校生時代、今から32年前か、まあ、友達がね、何が怖いって長生き、貧乏で長生きするのが一番怖いと言ってたんですけど、なかなか達観したね、えー、頭のいい高校生でしたね。まさに今その恐怖が現実となってます。ね 貧乏で長生きほど惨めのものはないですね。お荷物扱い。昔だったらね、呼ばせて山に捨てられたのになって感じでね。えー、今、もう長生きしちゃうしね。い,いつまで生きるんだよって感じでね。ほんとなんかあの残酷な話ですけど、まあ、あの、私は不動産の仕事が長かったんでね。いや、お金がなくて長生きも惨めですし、お金があってもね、長生きしてね、気力が弱ってくるとね、惨めなことになるんでね。まあ、何にせよ、ね、 長生きは悪夢ですすね、まあ、そんな未来が待っています、まあ、ただね、このお先真っ暗な感じなんですけど、このそもそものに今回の,、ね、この記事を書いているところのタイトルが日本は天国と、ね。地獄じゃんって今までの話で地獄って感じなんですけど、輸出ビジネスを始めれば状況は一変します。まず世界一物価の安い国、日本と。 日本は世界一物価安いですからねあの、勘違いしてる人が多いんですけど、中国行ったってね、アジア行ったって、日本と同じ品質の、要は、金に余裕がある人が買うような商品っていうのは、日本より高いです、ね。昔は日本だって輸入品は高かったんですけど、デフレデフレでね、海外のものも国内のものも同じ値段で売ってる国ってのは、多分日本ぐらいだと思いますね。で日本みたく気の利いた、まあ、ちょっとね、洒、え、落、ー、た。 雑貨とかね、まあ、酒とか、えーまあ、ブランド品とか、そういうものがね、自由に買える国っていうのは、国っていうか都市ですね。これはアメリカでもニューヨーク、ロサンゼルスをはじめとした重大都市、アメリカも田舎に行くと全然物なんかないです。あとイギリス、ロンドン、フランス、パリ、あと中国の上海、北京ぐらいは日本と同レベルの商品が購入できます。ただ他はね、 日本みたく田舎にいたってインターネットでね、えー、すぐに安く届くとかいうことはないんで、あんまり他の国はね。まあ、そうなると、えー、かなり日本はレアであると。いやましてや、今挙げた日本以外の,この、ねえー、ものがたくさんある都市っていうのは、えー、物価も家賃もすごい高いです。ね、安く済まして2倍。で日,本日本のね普通の都心部に住んでるようなマンションに、えー、上海だのロンドンで住んだらね、まず滞在費は10倍になりますね。 家賃とかその外食費用とかそういうのを考えるとそう考えるとね、えー、同じ商品を買うんでも価格は高いとで日本で稼ごうと思った時にはこの物価が安いっていうのはマイナス要素ですよねないし給料も安い物も安いすべて安いから、えー、たくさん稼ごうとか金稼ぐっていうのは難しいわけですねところが、えー、海外で収入を得るための収入場所として考えるとう天国と、ね、海外の人が日本に 日本で東京で暮らすのにネックになるのは英語が通じないとかね、えー、そういうことがあるんですけど、日本人は何しろ別に日本語できるんでね、えー、何の問題もないと。物価は安いと。ねでえー、どんな無茶言ったって大して怒らなくね、安く素晴らしいサービスが受けられて、滞在費は安いわね、えー、仕入れに行っても安く物が手に入るわでまさに天国です。ただ、 このチャンスに乗れるのは限られてます。輸出ビジネスを始めて儲ける、簡単に儲けるという、えー、チャンスは限られてます。まあ今はね、オーストラリアのアマゾンにバブルが発生する直前です。ちょうど12月5日にオーストラリアアマゾン始まってね、えー、世界最高のスタートを切ったと。ねえー、世界中、今まで日本、アメリカ、ヨーロッパの各国でスタートしてますけど、あとインドとメキシコとかね。えー、その中でオーストラリアは最高の売り上げを達成したと。 でただ、アマゾンの強みっていうのはね、FBA というものを送りつければ、梱包も発送もクレーム処理も全部アマゾンがやってくれる仕組みがあるんですけど、それはまだスタートしてないです。まあ、それがスタートしてからが本番なんで、まさに今ね、ね、えー、バブルが発生する直前です。で以前ね、ね日本でもヤフオクバブルとか楽天バブルとかアマゾンバブルというのがありました。ねえー もう始まってすぐに適当なものを売ってりゃね、よっぽど間抜けなことをしない限りは相当儲かった時期ありました。今じゃね、嘘みたいな話ですけど、ヤフオクでもね、えー、1個3000万の商品とかが売れたりしてたわけですね。信じられないですよね。で、手数料もゼロだったんですね、昔はね。 で、その時期にそんなものを売ってた人と話をしたんですけど、やっぱりすごい稼ぐやつはすごいなと思いましたけど、すごくなくたって参加していれば稼げたんですね。ヤフオクにしろ、楽天にしろ、アマゾンにしろ、アマゾンの日本にしろですね。ですんで、オーストラリアアマゾンも一番乗りすれば稼げます。ね、まずは、ねえー、どういう、 方法で稼ぐのか、何を打って稼ぐのか、どうやったら参加できるのか、まあ、そういう情報をね、えー、無料で公開してますんで、こちらにメールアドレスとお名前を、えー、記入して登録するボタンを押してください。えー、オーストラリアアマゾンの、えー、情報を無料でお届けしてます、えー。ご登録お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。